新しい内閣の発足を受けて政治にどんなことを望んでいるのか県民に話を聞きました。子育てとかもそうなんですけど、全然将来に希望が持てないので石破政権になった時に本当に新しい総理になったとしても、また自民党なのかと思っちゃって、トランプ氏とねうまくやってもらえばなと。社員と非正規社員との格差がちょっとあるんで、それが近づけようということでやってますけど、物価もね徐々に上がってるんで、時給の方もねちょっと徐々に上げていってもらいたいなとは思います。100万の壁がどうなるのかっていうのと、やはりうちの家内も働いてるんで、まだその扶養の関係で国民民生でしたっけ、そことの、連立になるかどうか、その辺がちょっと気になるぐらい。石破さんがトランプとうまく政治的にできるのか、ウクライナ問題もありますけど、そこはちょっと心配。やっぱり親の負担というのは常々重くなっていってるので、その辺も少し軽くなったりするといいかなと思いますね。そういう意味だと保育園とか結構増えてきているので、そんな感じでもう少し国の援助が増えるといいかなと思います。アメリカの大統領も一緒に変わったので、そこをうまく付き合っていただいて、アメリカの変化に負けず日本も頑張ってもらえたらなとは思ってますね。旧態依然の自民党を変えてもらいたいんですけど、なかなかうまくいってませんけど、今度野党ともこう拮抗してますから、ぜひですね野党と共闘しながら、うまくね自分の考えを貫いてほしいなと思いますね。